はい、じゃあそろそろ大会始めます。エントリー皆さん大丈夫ですか？あ、チャボーズさんまだかな。はい、そうですね、チャボさんまだですね。はい、というわけでこんばんは、おなじみのヒデチュンリーです。あ、はい、さて今日は11人エントリー、破天荒バイパーお茶丸山本ヒデウネ友ザシャル川島小江戸チャボーズかな。じゃあそうするとハゲさんも参加かな。参戦かな。参戦バルログエッサが。やばいね、だってそんな弱いキャラ使わないよ。いや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 、だってダルシムバルログエッサがですよ、5強のうち3人使ってるんですよ。やばいですよ、そんな弱いキャラ使わない。いや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 、豪気しかないよ。豪気ね、ちゃんとね、極まってる人が動かすとね、多分やばいことになると思うんですよ。やばいね、ゲームになんないよね。あ、多分なんないと思います。下手したら 10-0 っていう組み合わせもあるくらいなんで。さあ、いや今日は、はい、大会ルールは、はい、まあ、特に希望がなければ、はい、東大戦、ですよね。ですね。じゃあ、まあ東大戦にしましょうか、安定ルートで。そうしますか。はい、6対6、2キャラでいいんじゃないですかね。2キャラでね、2キャラで、じゃあそれで、まあ、同キャラなしで。じゃあリーダー誰。リーダーどうしようかね。同じ実力同士の人でね、組んだ方がいいと思うんで、どうしようかね。個人的にシャル君と川島さんはね、分けた方がいいと思います。2人ともサブで DJ 使うんで。おっと、というわけでそれを踏まえた上で、まあシャルさんと川島さんでリーダーっていうのはおすすめですね。なるほど。共に サブが DJ という、まあメインキャラがダルシムバイソンでちょっとあれなんですけれども、まあそんな形で言っときましょうかね。それちょうど今その2人が対戦してんじゃないですか、はい、かな。あ、小江戸さんか。まあでも2人ともマジ今のやってるのでね、どうしようか。じゃあすいません、シャルさんとカーシムさん、その試合が終わり次第こちらに来てください。こんばんは、ヒデです。今日若干頭痛いんですけれども、マスト数やれば多分頭数治るかなと思って来てしまいました。マスト数バカですね、言ってしまうと。頭悪いんだ。頭悪いとは言ってない。頭の調子が悪い。あのね、頭悪いじゃないから、頭の調子が悪いから。あのね、一言単語抜けるとね、残念な結果にしかならないから。さあ、ガムジャパンのメンバーのうちの一人、川島さんと中野勢のシャルさん、はい、というわけで2人でリーダー、多分2人ともサブ、あの2キャラ持ちで東大戦です。で、多分2人ともサブで DJ 使うことが分かったんで、おそらくですが、なのでこの2人を分ける形にするためにあえてリーダーにしてみました。というわけで 1P2P じゃんけんと、あとは取り合いですね。のまずは 1P2P から。なんとシャルさんが先制攻撃、ここで最初からとあえて勝っていくが反応できなかった川島さん。そんなことはないと。じゃあもう一回あ、負けですね。最初からで 2P、 シャルさんが 2P をゲットで、川島さんが 1P で、これね、じゃんけんね、超大事なんで。はい、まあ今ざっくりこのメンバー、友田さんは多分バイソンベガだと思われる可能性大ですね。友田さんいます。友田さん後から、お、あとで、
で、で、あとは、まあ、一番手で取りたい人といえば、まあ、ハゲさんも、まあ、あの、バルログとエッサがもしくはダルシムという強キャラ、ハゲさん。ああ、はい。という、まあ、強キャラで暴れる読みっていうのもありますし、まあ、バイパーさんも手堅いですよね。ホークにガイル、もしくは竜っていう。そうですね。そうですね。というわけで、じゃんけんで頑張ってください。さあ、これは裏返るのか？じゃんけんぽい。はい、グー、じゃんけんぽい。最初はグー、じゃんけんぽい。お互いグーを出し続けるこの石力。最初はグー、じゃんけんぽい。おー川渋さん2連敗。これは痛い。というわけで、シャルさん、安定の友田さん。はい。友田さんなんだよな。はい、じゃあ川島さん。いやー、友田君だ。同キャラなしの2キャラ。同キャラなし2キャラですね。あ、XS 別キャラ扱いにします。ハデさん、念のため XS は別キャラにしましょうっていうことで。だからまあ、サガット使いの人は S サガも使えますよっていう感じですかね。まあでも他キャラ使う可能性もありですね。何言ってかな、俺いつもだが言っちゃったら辛いです。そうですね。じゃあバイパーさん、バイパーさん、やっぱそうですよね。やっぱこのじゃんけん先取りがでかい。あとは小江戸さんかな。小江戸さん、はい、はい、次ツーピース。ハゲさん、ハゲさん、いいの。これツーピースよくね。チャボさんは、チャボさん、2キャラだったら何にする予定ですか？ちなみにトト、サガとエッサガ、チャボさん、はい。じゃあ、こっから残り破天荒お茶丸、山本、うね。破天荒さんで、お、最近やり込みぜ、破天荒さん。じゃあね、将来有望なうね。おお、将来性で重視。今の勝ち負けよりも将来性を取ると。おしゃまるさんで、これ2P 極まってるね。やばいね。 1P が発表します。山本、秀、うね、川島、小江戸、茶坊主。 2P 側、破天荒、バイパー、おちゃまる、友座、シャル、ハゲ。まあ 2P 側がね、かなり強いですが、これで 1P 側勝ったらかなりの激安の組み合わせっていうところですかね。ちなみにヒデはサブキャラは1キャラ死んでるようなものだと思ってもらっていいんで、実質11対12ですね。あ、それもありかも。で、このヒデのサブキャラ1キャラ死んでる状態でまさかの活躍があってしまうと、 2P 側にかなりの危険性をもたらすという。順番は、先決め。対象だな、とりあえず。お、っていう風なフラグ。サブから出すのか。そう、サブから。あ、でもね、メインが先になっても大丈夫だけれども、まあそこは空気を読んでねっていうね。このゲームね、スト2っていうゲーム、ジャンケンスパークがね、強い人ほどね、やっぱね、強いんで、やっぱり。あ、6人、俺どうしようかな。というわけで皆さん順番に召してますので、それぞれサブキャラ教えてあげるなど、ちょっとご協力をお願いいたします。
お、ピロシさん、ハデさんの代わりにピロシさんかな。それはちょいただきます。そうじゃんけんだ。いや、ハゲ枠はね、格変あるから。一人合わせちゃうじゃないですか。まあ、今のいただきますって恐竜先生の昨夜並みのいただきますみたいな感じでしたね。湯上がりジャッジ。うん、代わりにピロシさんを。さあ、今日も激アツストツーバーサス。でも今日はレジェンドたちが戦っていて、ニュートンではいつも通りの人たちが集まっている。どちらも激アツ。今日も2回転が冴え渡るバイパーさんもいる。おー、ムナーリさん。あれ、あ、ムナーリさんも来た。ハゲ復活。ああ、じゃあ、また。で、ちょっと待って、冷静に。そしたら、もう一回、待って、今、ハゲさん戻しの。そこで対戦したかったのか。待って、ハゲさんと、待って、ピロシさんがハゲさんの代わりになったんだよね。ピロシハゲムナーリで、ハゲ戻しで、あの、ハゲムナーリじゃんけん。あ、そうだ、ピロシムナーリじゃんけんだ。ありがとうございます。じゃあ、すいません、ピロシさんとムナーリさん、はい、ピロシムナーリの取り合い、100円ください。ピロシさん、ムナーリさん、後で100円お願いしますね。はい、じゃあとりあえず取り合いで。はい、ピロシさん、はい、はい、ピロシさん、 OK。 え、どっち勝ったの。あ、なんとカーシムさんがここに来て勝利。変更なしということで。変更なし。はい、今日 UDL で、そうですね、バーサスに走りに行ってますけれども、面白さ半減どころか今日もいつも通り13人集まってますからね。で、定員込みの14人の東大戦。無料のニュートン推しをありがとうございます。そうですね、やはりお金が絡む部分とそうでない部分と重要ですね。お疲れ様です。だ、ニュートン配信は無料だけど止まりませんよ。これ全部書いた方がいいですか。うん、全部もう全部14人分全部書いちゃいましょう。14キャラ分。いや、これね、ヒデがね、友ザベガタ当たるとね、かなりの矢口真理状態に俺がなってしまうんで。あ、友田さん、後から来ます。まあ、今日ツイッターでも、ニュートン今日、いつも通りイベントやりますよっていうのでリツイートしてたので、多分来るだろうなっていう予測はされてたので。電話あった、いつも通り。さすがパパ、家族サービスからの一つ。最近ね、友田さんね、超強いんでね、やばいんですよ。まあ、それを見て 1P がどういう風に読むかですよね。 1P、2P。 守るものがあるものは強い。そうですね。あ、パパ到着、お疲れ様です。まだこれからっすね。2キャラ持ちっすね。サブキャラどうしますか、友田さん。でも配置しちゃった。やっぱりですよね。だと思いました。さあ、
シャール…すいません、ムナーリさん100円ください。ムナーリさん後で100円お願いします。はーい、返事あったので大丈夫ですね。さあ、シャールさんのチームはすでにもう決まった模様。カワシムさんのチームはいかが、どうなるか。さあ、ちょっと俺も少しの試合やろう。じゃあ順番が決まり次第ね、始めていきます。さあ、なんかバーサスに人流れたかなと思ったんですけど、結構来てもらえましたね。本当ありがとうございます。さあ、1P チームの方が結構長考してる感じでしょうか。Round three, fight!
さあ、なんとここで闘魂さん登場。はい、こんばんは、よろしくお願いします。闘魂さん、ワンピース、ワンピース、カーシムさんのチームですなので、どうなんのこれ。じゃあそしたら、じゃあ 1P から 2P 側に誰か1人移籍みたいな。うん、ハデさん込みの奇数でしょ。ってことはハデさん取って 1P から誰か 2P にみたいな。誰、待って、どうしようかな。2P チームに代わりに入って、エヴァちょうど2P 超強いっすよ。でもまた なるほど。か、もしくはその 1P から1人渡すか、もしくは 2P 側で3キャラ持ちを2人作るとかっていうのも一つの手かなって。どっちの方がやりやすいかお任せします、2人のリーダーで。そうですね、もら、いや、それはちょっとチームバランス完全に崩壊するんで。なるほど、なるほど。いいですね、そのルールでいきましょう。さあ、決まりました。なんと後から来たムナーレさん、闘魂さんを 1P から 2P、 カーシムさんが勝ったら闘魂さんは 1P に、カーシムさんが負ければ闘魂さん 2P に。弱え弱すぎる。ちょっとカーシムさん、今日ジャンケンスパーク完全にシャルさんですね。はい、じゃあハゲさんの順番のとこ。ひどすぎる。いや、でもこれね、 1P 買ったら熱いよ。闘魂さん、聞いてみたらどうですか、サブキャラ何にするか。はいはいはい。トコン。あれじゃな。あ、でも同じな。
前いつか言うか分かんないけど、クロスクロスとか状態なんですけど、いや、そうまあ、そんなにあるさて、そろそろやりましょうか。10時近いですし、お二人とも OK？ 順番。はい、じゃあ始めます。というわけで、今配信台でやってるバイパーさん、ムナーリさん、決着つき次第終わりでお願いします。いやー、バックジャンプ大キック。じゃあ配信台終わりでお願いします。やるよ。今日はちょっと 2P がかなり優勢なので、 1P 勝ったら超激アツです。またまた。え？上が頭のところ取れやすいですから気をつけて。そう、ワンと引っ掛けるとなくなっちゃう。あ、ですね。さあやりましょう。 1P 側ウネ X ガイル、 2P 側お茶丸。サブキャラ何？ホンダ。はい、さあやりましょう。それぞれついてください。じゃあ、ムナーリさんとトーコンさん100円ください。ムナーリさん、トーコンさん100円ずつお願いいたします。はい、え、なんでですか？なんかやったんですか？さあ今日も激アツスト2、三度の飯よりスト2が熱い、そんな日であるかと思います。では始めていきましょう。はい、ですね、今日はですね、東西線形式な、6何対何、14対14かな、7人対7人、14対14、サブキャラ込みの、対戦ですね。で、今回のサブキャラに関しては、XS は別キャラ扱いとなっておりますので、S キャラ使う人がかなり多い感じになります。さあ、1P 側はウネ X ガイル、2P 側はお茶丸ホンダ。さあ、わかんないわかんない、さまで切って。あ、いい2ヒット。さあ中返しで帰って、うっ、さあコパンコパンコパン、うっ、さあ我慢、よく我慢している。前様さあ、まあ下ためは持続、勝ったな、うねがえる。では破天荒さん、サブキャラは何でしょう？エッサが初っ端からきついね。タイガー。さあ 2P 側2番手は破天荒エッサガット。さあエッサが相手にウネ君はやっているのか。回転が速いので打ち負けるととんでもないことになる。しかしこのハジハジはかなり自利品なので何かしたいが、体力がすでに厳しい。上が出る。さあ破天荒さんのエッサが2番手は早すぎさんではないのか。さあサマー溜まっていて、エッサ側受け身がないので積極的に投げにしたいですが、ガイルの投げ前も若干狭いのであんまり露骨にはいけないっていうところ。空対空がうまくて、さあまだ時間はたっぷりあるので冷静になりたいが、地上対空がうまい。打ってからは飛べないですね、厳しい。さあ2番手山本 X 流。さあちょっと破天荒さんの顔がうーんという顔を若干していたようだが、エッサが使ってるのでそんなことはないと。さあ 1P 側からのアドバイス、嵐に行けと、間違いないです。さあ昇竜、昇竜が使って各班バッチリ、立ち台系対空しっかりしている。立ち台系、
いやー厳しい。一撃一撃も減るのでこのキャラやっぱり2番手はあかんですね。さあ昇龍から表受け身は取ってるからまだ安い。足長い。さあうっ対空昇龍は出なかったがちょっと冷静になりたい。ゲージ溜め切った。しかしサガトに対しては大抵1ヒットであとガードになるのでジュアーピオレー。さあ3番手小江戸 S サガあ S ベガですね。さあ久々に見ますこの赤いカラーのベガ。デビルリバースが特殊なムーブをするので見慣れてない人にはちょっとつらいが、まあスーパーをねよくやってた人からするとそうでもなかったりしますがどうなんですかね。さあ最後は台形で潰れます。投げて打てみないのでどんどん投げに行きたい。ここは冷静に。そうですこの青トランクスのサガット強いですね。今の代々減りすぎでしょう。今の代々はちょっとモザイク必要でしたね減り方に。さあ踏むのがかくんないが投げて、さあアパカ画面端近いのはよろしくないぞ。おサイコが当たって、お下段からの上、おーこれは台形を早く出してしまったために食らってしまう。ギリギリまで画面を見ることが大事ですね。さあ上から行って、上からベガマリコもびっくり。うわーアッパが出る。さあセンター当たってチューチュー、これは投げて死んだ。さあワンピー側のここから逆襲が始まるのか。ピロシさんは S ホンダかな。さあ視聴者の皆さんも思っているはずです、なんで今日はこんなに S キャラが多いんだと。今日は X と S はベスキャラ扱い。そのためにしかしここから始まってしまうフガフガタイム。コパンが強い、張り手が強いがここから切り返す、投げ返す。さあ今のは上手投げであれですね、1ラウンド選手本田側一つでも相撲はやれるんだとその腕前を発揮してきました。さあ来ました、 S の特殊なデビルリバース、これが特殊です。さあ S ベガのサイコの判定はどうなんですかね、ちょっと違う。さあコパン張り手、おしゃがみ大パン、うわー、オカマが逆に出る。さあ、友田さんから S ベガのサイコは X ベガと違うと、どう違うのかは私も分かりませんが、当たり方に要注目ですね。多分判定強い、強いな。さあ、2位の連携で、さあ、来た下段。さあ、これはお互いよく我慢しているが、こっから投げ返して下段上ガードしてデビルリバース特殊ムーブでフィニッシュ。あれマジ見えないね、 S ベガのダブルリバース、デビルリバース。さあハデさん、ハデさん早くね、あ違う、あじゃあハデさん除いてシャルさん出す、ぎシャルさんは DJ かな。フェイス。さあここで投稿さん 2P 側に入ってますで、ハデさんが今回なしですね。さあここで中盤の壁登場、シャル DJ。 さあこの前の火曜日の東大戦ではブランカ戦わからないとそういう形でしたが、今回もわかんないキャラでしょう。めくりはガード。さあここまでレンガ。さあスパコンがない分若干ベガー辛いのか。これは前ジャンプコパン、おマジか、これが S の強さ、露骨に投げにはいかない。うわ
厳しい厳しい厳しい。さあ対うわマジか。さあ2ヒットは空ぐらいだったか。打ち切り打ち切っても多分かかんないのかなあれ。おうまい。しかしダメージ的には若干ベガ負けてるがめくりガードよくガードした。当たってどっち残せ投げに行く。これが強い。まあ正解ですね。割と下手に刻んでいくともう DJ が待ってしまうところがあるので。さあこれ投げて受け身は取ってる。さあいい連携。しかしジャックが裏に出る。これは運が悪い。さあコパンで止まった。さあデビルリバース。さあこれはまだわからない。2発クラスピオリーチ。うわっ投げにはいかない。まだわからない。うっああ投げに行ったところはしゃがみ大パンでしっかり待っていた。チャボさん、さあ厳しいカードが続きます。 1P 側出てくるな。4番手チャボーズ、はい、X サガット。さあしっかりと空対空ダイヤシー。うっ相打ちか。手出すぎたせいで食らったか。さあこの固めが辛い。どう抜き出す。さあ打って離すがいや長いな足が。うわー絶望だがどうする。いつ飛んでくるかわからないが、さあ踏ませて。まだわからない状態に持っていった。うっよく打った。しかし時間がない。よージャック。あれはしょうがないですね。今のは投げに行きたいところだったが冷たくジャックで切り返される。さあスラの派生のところにダイヤ仕掛けて。あれ当たんないのか。球ちっちゃいね。さあ投げて。うっシャルさんが1してくい。いやー厳しい。さあダイヤ仕掛けて。うわやばいやばいやばい。しかしワンチャンに持っていった。一撃ももうもらえないが飛んで見ている。これは冷静。さあ老舗ですね今の街は。やはりこのゲームは我慢です。しかし我慢をするのも大事ですが、さあこれはインドが入ってでん、あま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 あ、まあ、一発入んなかったがかなり美味しい。さあシャル DJ が追い詰められた。おーグランドグランドグランド削り。さあここで闘魂さん S チュンリーですね。さあチャボさんが若干苦しそうな顔をしてるが戦列ゲージはありません。戦列ないんです。さあここで出てくるのは、1,2,3,4,5 番手闘魂 S チュンリー。うわ上が出なかった。コパコパコパ中盤飛行艇。まあゲージがないんですが通常技の判定はやっぱりチュンリーかなり強いので投げて変な技が漏れる。まだあると思いたいがチュンリーのあのジャンプジャックキック先端は無敵です。うわー落とせない。辛い。撫でて受け身がないから美味しい。うわーガードあれピロシさんがアイコスになってる。
さあこれはどうなる。やはり体力取られてるのはサガット側、踏んでしまう。気候点がでかい。中国戦隊対ジョン・チョイ。さあジョン・チョイが画面端進めるが、あジョン・チョイではない。うわーおー繋がってる。さあ今の2ヒットはかなり美味しい。ちょっと若干危なかったが、上が出る。この場合これは来た。 SX サガットでもこの場合はやれるが上出ない。投げて切り返して、これはうわ強い。うわ立ち台低体育、老舗の技が出る。さあバイパーさん、バイパーさんサブキャラなんでしょう。龍。さあなんとワンピー側が今のところ優勢です。さあ6番手バイパー X 龍。さあうまい。うわアパカ負ける。うーうわだアッパー大勝利。多分まあ漏れたんでしょうね。まあ展開早いですね。サガットステージです。あ違った、残留ステージですからね。さあ踏んでしまって、やはりバイパーさん仕上がっている。うっうわ冷たいしゃがみ中盤。おっとこれはワンチャン持ってきているのか。真空ぶっぱが怖いが、あ、クロウ珍しい。あの間合いで2ヒット。さあこれは竜巻をとがめた上タイガー。そうですね、多分腕の部分で食らってしまった可能性がありですね。さあエンダイパン。さあお互い打ち合ってはいるが、体力はほぼ五分。うっ今のあれですね、中足出してなかったら第5スフルヒット可能性ありましたね。さあうまくゲーム展開がしっかりしている。球で動かす、これも大事です。 TBS はあれです、あの裏切りって意味ですね。あの例えると剣のジャンプダイパン、剣ガエルでガエルがリフトアッパーで潰そうとするところに、天のジャンプ大パンが勝ってしまう場合を TBS っていう風に言います。さあゲーム展開は気づけばムナーリさんじゃなかった、おーチャボさんが硬い3連勝。友田さん、さあここでまた中盤の壁登場、友田さんのバイソンです。何の役にもなってない、まあ確かに。でもね、あの TBS っていう風に言うこの言葉のあの響きだいぶいいですよね。僕は好きです。いや厳しい。 FAB あーファイナル、いや厳しい。なんだこれ、うわー確定。さあロコスに投げに行く、これも強い。31がヒデのケツを狙ってるぞ。どういうことっすかこれ。31? あ、FAB ギルティギアプレイヤー。へえ。いや厳しい。というわけで俺行ってきます。さあヒデの時間ですね。え S 順なの。やめろとかいけないってますよ。さあどうでしょう。
さあ完全に押されてます。さあ普通にクレイジーを食らう。ヒデの S チューンあんま見たことないですね。なんかサブキャラ竜とかブランカとかなのかと思いましたが、とりあえず百列やって気候なのは変わらなそうなんですけど、うわさあ抗っている、抗っている。汚くはなさそうだが、まあ汚いっちゃ汚いのかな。さあこれはこれ終わったか。あ投げ返してる。さあ店員さんからカスと言われております。いや今のカスだったわ。なんで投げようとしたら前ジャンプしてんの。いやまだ DJ の方があったかもしれないねえよ。さあここで中盤の壁同士、カワシム DJ 対友田バイソン。しゃがみぐらい美味しい。やばい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 、必死に、これはやばい、まだある。うわなかった。いや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 。さあこれやばい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 、いやー厳しい。さあムナーリさん、やっぱ俺 DJ でもなかったんだな今の。今の見て。さあここで出てくるのはムナーリ X 竜竜巻から、さあいいめくり。いや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 、ちょ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 、いや相打ちは厳しい。うわー如意棒が置いてあった。さあこれはヘッドで、やばい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 、オッケー。さあ実況は中立に行きます。さあここからヘッド大ヘッド、さああっとこれはうっ、さあ待ちで全裸入って、どっちガード、どっちうっ、熱い、うわー昇竜拳を出してしまった。チャボさん、エッサガです。あはははさあトミニーのあれですね、昇竜拳を破らぬ限り。さあうまい、押している。えチャボさん、X サガというより弱いでしょうって言った友田さんがやられている。うまい、しかしうわやばい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 、ガードした、激アツ、うおっ、わざとわざが攻撃して相打ち。ピロシさんこれどう見ますか、 S サガ対バイソン。全然わからん、はい、いやでも S の方がいいんじゃないの、さすがに。そうですね、さすがにチャボさんは、はい、僕が始めた頃は S サガがメインだったと思うんですよ。あそうなんですね。少なくともマニアとかに S サガ出てたから。へえそうなんですね。さあこれはさすがに削り格でしょうね。ヘッド、今のヘッドだったら、あーなるほど、やばい、上は見ている、切り返して。これはね、この2人ははい、あれだ、袋のベガスの頃からやってると思うんで、はい、あ、そうなんですね、はい、
やばいやばいやばい、前出すぎ前出すぎ、うまい、うっ、よく我慢している、うわーやばい、落ち着いて、よく出した内足、相打ち、どうなる、おお、なんと振った内足が当たる。いや、ここで下が勝つと結構いかねんな、めんどくさいことになりますよ。うん、バルログだからさあ、お茶丸バルログ、あ、バルログ、これ、ベガスってチビタのゲーセンだってって書かれてますけど、何ですか、これ。それはアリスですね。アリス、はい、もっと前、もっと前ですね、多分。へえ。2回ぐらいカペースの大会で行きました。あ、そうなんですね、はい、さあ、うまい。ベガスは普通に池袋ラスベガスですね。へえ。さあ、出た、表裏わからない、しかし、お、あ、スト2の優勝トーナメント、小坂が優勝しました。盛大なネタバレが、はい、盛大なネタバレが、まあ、でもまあね、しょうがないですよね。まあそうっすね、うん、まあ後で動画見れたら見ましょうみたいな感じですかね。レジェンドたちの試合、有料か、様子見に上がんないかな。小高って焦点、そうですね、TBS。 うまっ。あー、ハイクロは飽きまへん。破天荒さん、破天荒さん、龍ですね。さあ、ここでチャボーズラッシュ発生。 TR ですね、チャボーズラッシュ。さあ、長い。あ、そっか、 C か。さあ、小足がテクイ、これやっぱ龍つらいっすよね、ピロスさん。これはつらいんじゃないの。しかし俺らがね、喋ってるとね、他のキャラ分かんないんですよ。まあそうっすね。いや、だから僕も分かってないんですけど、ノリと勢いで実況みたいな感じですね。そうですね、見ててそう、ね、あ の、はい、ノリと勢いって言ってる時点でも声出しとけいいやみたいな。まあ大丈夫ですね、うん、6か7ぐらいあるんじゃないかとシャル君が言ってます。7以上ある、7以上ある、7以上あるとは闘魂さんが言ってます。さあ、これはスカッテ、うわ、昇竜ガード。さあ、なんか今スローかかってませんでした、今のジャンプ壊し。ああいうスローがかかったモーションの時に冷静に判断して空対空を出せればよりいいんですが、なかなかとっさの判断はやっぱりこのゲーム難しい。張ってないと足投げ、ステージも残儀なんで。そうですね、これずっとこのままなすか。あ、ですね、今日残儀誰もいないんで、残念ながら。うえ、さあ、チャボさんが負けているが、どうする。おお、フルヒット。なんか途中から、途中のを食らったのかな、はい、なんなの、どうなんでしょうね。一発で、そうですよね、一発で残りの4つ食らったみたいな、うん、うん、さあ、ちょっと辛いか。うわ、立ち台停滞空、あれをやられると龍がかなり矢口まり状態ですね。どうする。うわ、厳しい。うわ、タイガー早え。ピロシさん、あ、俺か。さあ、2Bが残るはピロシ、バイパー、シャル、トモザ、あ、違う、ピロシ、バイパー、シャル、トーコン、トモザですね。あと5人ですね。さあ、開幕読み勝ったのはホンダだが、この組み合わせも非常に厳しいか。さあ、張り手で寄って、張り手張り手、しかし空対空強っ。相打ち、グラウンドだったらドスコイ一方勝ちでしたが、うわー、
アッパーカット、やはり技の硬直が短い分自信持って出してますね。さあ、台足が入って、いやー、そうですね、あれ、サガット側がリードしたらもうジャンプ大キックをブン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 、垂直大キックやってればいいんですが、さすがに、おーっと、これはあるのか。体力がほぼほぼ近いが、うわー今のは見てからというよりも出しちゃいましたみたいな感じもありましたが、相打ち、はい、さあ、これはコパン大将から相打ち、打ち続ける意志力、やばい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 、おお、上体が、うわー、これは、あー、なんと逆転負け、今よかったよ、途中まではすごい良かったのに。そうですね、あ、ピンクですか、クレジット、クレジットピンクで、さあ、ここで今日も2回転が冴え渡るか、バイパーホーク登場、ガード、そうですね、 S サガー別にあそこ慌てる局面ではないので、相打ち、相打ちは下がると OK でしょう。さあ、冷静に2位で攪拌、うわー、上が出る、厳しい、が、え、マジで今のガードになるの。さあ、冷静に対空ダイヤシ、相打ち、相打ちは悪くないと思ってるでしょう。さあ、厳しいか、あれ、2位で攪拌、俺たちが今日は見れないのか。しかし、うわー、来たー、いってる、そばから、俺たちのバイパー、そうです、バイパーさんにゲージは持たせてはいけません。相打ち、怖い怖い怖い、うー、さあ、ワンチャン死ねるのがこっからの俺たち、俺たちイズム、しかしどうなる、うっ、うわー、ここは冷静だった。シャルさん、さあ、1P 側残り7人いるのに対して 2P 側残り3人、やはり青パンゲーなのか。さあ、めっちゃガン攻めしてて、あの距離はかくります。 X サガットだったら端端でもほぼほぼかけるんですが、端にまあ近い状態ですね。厳しいな、回転率が速い。さあ、アパガで切り返して、梅バイソン、あ、梅原バイソンってことですか、梅バイソンってことは。へえ。さあ、投げて、あれ投げると、あの、ためほぼほぼ解除されるので、裏表逆になりますので、まあ持続させるのはかなり難しいっていう感じですね。うわー、上やばい、
コパコパレンガからのクレイジー5度と削り、チャーボーズさんが5連勝したおかげでだいぶ 1P が助かっております。ではうねくんの X 流いやー、やらかしました。しょうがないっす。鬼無双が4回ぐらい出なかったんですね。4回はきつい。いや、もう鬼無双で終わりだと思ったんですけど。そうですね、多分弾見てからで多分まあ、はい、食らったタイガーは全部鬼無双失敗。そうですよね、多分、はい、バイパーさんに謝って今戻ってきました。はい、カセでしたね。まあしょうがないっす。さあ見られている。さあファイヤーで切り返したが、この間合いはよく打っている。上、しかしいやー、上は通しません。あ、竜使いなんでしたっけ。メインはガイルですね。メインはガイルだけど2キャラ目が竜でしたね。うーわ、はえー展開が。おっと、しかし厳しいな。あーですよね、見てから間に合います。しょうがないっす。というわけで次、山本エクスチュンリー。さあ、チュンリーは多分シャルさん、瀬尾さんとよくやってるので散々やってますよ。散々やってますね。今日はですね、大会はあれですね、7人対7人、14キャラ持ち、1人2キャラで、サブキャラは XS 別キャラ OK という形でやっております。これはどうなんですか、ヒデさん。これはまあ、バイソンがゲージ貯める前に2割くらい持っときたいですよね、チュンリーがダメージを。あー、なるほど、ダメージをにやる。ダメージ源を取るのと、まあ、ゲージ回収もそうなんですけど、最初のタクが超重要ですね。まあ、チュンリーのタクとしては下がり大百レス機構と、その場での中キックをやって下も上も見るぞっていう感じと、開幕機構点打つっていうところですが、まあ、バイソン側もやることあるので、またしゃがみ中キック振って、もし上飛んできてたらチュンリー様で落とすっていうのが一番いいですね、うん、強制ダウンになってなおかつゲージ回収も早くなる。ダメ、こうなるとちょっと、あ、でも一回なんとれば、あ、これいいですね、横押しいいんですが、こうなるとチュンリーは、お、これは投げて、あー、投げて、もう一回いけない。よくガードしているが、こっからどうなる。うわー、突っ込んでいたところにシューパングランド、小江戸さんのベガですね。ちゃんと仕込んでますね。仕込んでますね。あ、ベガか。ベガバイソンどうなんすか、これ。ゆうべがさんがいつも切れてますよね。まあそうですね、まあ、切れるってことは、まあ冷静に考えてバイソン有利ってことですよね。どうなんでしょう。いや、まあだと思いたいんですけど。さあ、テクイ、小江戸さんがテクイぞ。シャル君がベガ戦がそんなにって言ってたことがあって。あ、そうなんですね、うん。さあ、上見ている。そんなことはないと俺は思うんですけど。いや、僕もそう思います、はい。さあ、シャル君やはり投げが若干少なめですね。そうですね、どちらかというとシャルバイソン対応して勝ちたいっていうタイプなので。そうですね。ああ、これは今ヘッドだったのかな、知らない。いや、これ気まずいな。うわー、削られる。いや、でも強ひの選択肢大事ですね。さあ、ここで闘魂チュンリー。大丈夫です、ここでチュンリーいますんで。さあ、2P が残るは2人、闘魂チュンリーとトモザベガ。さあ、ガムジャパ投了の闘魂さん、うまい。さあ、これは
あの背中ベガーあんまやることないですよね。さあまずはゲージ回収に行きたいが、おっといいですね。いやー強気、強気だな。いや多分ね、闘魂さんはねこの警察カラーとよくやってるので、ゆうベガさんとベガ戦はかなり上手だと思います。僕は超下手くそです。とりあえずベガには勝っていただきたい。そうですね。あー投げて、これはやばい。いやーうまい、切り返しがうまくて、うわー下段。闘魂さんマジか、コパン投げに行かない、ゲン壊し、あそこでなんか瀬尾くんっぽい方ね。そうですね、今の瀬尾さん連携だと壊し飛行点、中足飛行点なんですが、ちょっとさあこれはやばい、中ゲン投げに、あーちょっと待って、投げムナーリさん、ムナーリさんがかなり険しい顔をしているが、あ、これはあの闘魂さんが前に言ってたやつじゃないですか、はい、サガットが一番楽だとか言って、おチュンリーは、え、そんなことないでしょう。いやなんか喋ってたよこの前ので。マジっすか、ここでやったレシオ大会の時に。へえ。でヒデがムナーリさんと、はい、あ負けた時か、5戦ぐらいやって負けた時にずっと、いやあのねこのカードね結構ね難しいんですよ。ずっと気持ちよさそうに、あーそうですね、かなり気持ちよさそうでしたね。本田戦全一と、じゃあサガット戦もってことです。サガット戦も全一あるのかこれ。さあアパが切り返して、さあでもなんか押されてます。あそうですね、これはどういうことなんでしょう。まあたあのまあ1ラウンドは別にいいよという闘魂さんの、さあしかし闘魂さんならうまい、マジ今のアパか負けたよどう、あしかし引き付け、あれね5ヒット当たると美味しいんですよね。あのまあサガットは苦労よくしますからね、どのキャラに対しても。さあ踏み込み返しが鋭くて打ち続ける意志力、うわー痛って相打ち、どっちパナして、パナしては OK と踏んだか、さあゲージがもりもり溜まっていく。チュンリーのゲージため飛行点は10回で溜まります。あー打ち得、あ打つよねこれとりあえず、うん、なので実はサガットチュンリー開幕打ち合いだったらチュンリーあの飛行点10回で溜まるので全然 OK っていう、3回100列もやると。これ見てる感じチュンリーのゲージは溜まるしかないと思うんですよ。まあ溜まりますね、うん、あーぶれ、安く済んでよかった、藤沼スペシャルだったら死んでましたね。で1回とりあえず打ってまた溜めましょうみたいな、やばい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 、いやー寄れない、飛行点がでかい、しかしうっどうすんの、パナして、あー打ちましたね。いやこれはね下がると美味しいですね。いやー厳しい、時間がない、例によって時間がない、しかしおーあー負けている、これはお勝っている、なんとバックジャンプしたところにスパコンが当たって一度と勝利ってところか。そうですね、さあワンピーが残る3人出てくるのは大将友田ベガ、ここ最近超ノリに乗ってる男です。投げて、さあこれは垂直台形でとりあえず離したが、あーこれは3、5段入って、まあさすがに厳しいですね。やはりベガこの飛び込みからの5ヒットでピオラステからの10割、ベガの肝はそこですね。マジ今の、あーいいのが入るが、うわー切り返された、
ホバーが入って、いやーマジか、裏投げる、川島さん、あ、川島さんなんだ、はい、ということは大将が俺です。川島さん頑張って相打ち。さあ最近ベガ、あの友田さんのお気に入りはあれですね、あのパンチですね、ドリルを潰すためのパンチ。さあここや、投げて、なあマジか、どっち、ああバカになって、どっちだ、ああなぜか。さあリーチがかかるワンピー側、上から行ってタッシュ系、伸びる手足が強い、うわーこれは惜しい、ヨガファイアよく打った。さあゲージ持たれたが、おっと、あー来た、あーおっと、投げ返して、投げ返される、必死の攻防、投げるー、勝ったのはワンピー側。ではエキシビジョンで俺行きましょう。ということで今日はワンピーチームの勝ちということで、エキシビジョン川島対ヒデ、さあエクサーではチームメイト同士でしたがどうなんでしょう、当たると、あ、さあなんとか100点ゲット、これはまあまあまあっていう感じですね。まあでも普段やってると思うんでどうなんすかね。うわあ、あスラで抜けるけど投げと投げかかな。オッケー、まあまあ減ってるし、しかも。さあダウン取って、ここでゲージは同じぐらいに溜まった。あー今のはキャンセルインフェルノミスっぽい。さあカスイットで、これは厳しいか、さあ冷静でした。ということで2択負けた、しょうがない。というわけで本日はワンピーカー勝利ですね。勝利者はうね、山本、小江戸、茶坊主、ヒデ、川島、ムナーリと7人ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。では、写真撮影あるので、勝った7人の方お願いします。そうですね、大将俺からのカーシムさん頑張ってっていうの面白かったですね。で負けてますから、
さあということで本日の大会はこれにて終了いたします。お疲れ様です。